行こう。お疲れ様です、翔社長。お疲れ様です、お待ちします。ここがオフィスエリア。ああ、大きい会社ですね。これ、僕とシャオルが書いたやつ。ん？シャオル？ユエセイさん？どこ行くの？いえ、あの椅子に座りたくて。え？一体どうしたの？何でもないです。ちょっと見たけど特に怪我ないみたい。それじゃあもう行きます。待って、君名前は？コイと申します。コイさん、仕事はしてる？してないです。運転はできる？できます。なら私の運転手になりなさい。運転手？もちろんちゃんと契約は結ぶし、保険も積立金も与える。昇進の機会はありますか？それは君次第。わかりました。普段はオフィスで待機ですか？車を使うときは前もって君に知らせるから、それ以外は君の自由。最後の質問ですけど、会社に寮はありますか？まずは人事部に報告しましょう。シャオル。コイさん。あ、座ってください。うん。コイさんってボスの知り合いなの？ボス？あなたをここに連れてきた人、翔社長だよ。うちの会社の株主の一人。警備員さんに翔社長って呼ばれてた。そんなすごい人だとは思わなかったよ。ってことは知り合いじゃない？うん。こんにちは、コイと申します。身体状況は良好です。運転免許証は C1 です。他の情報は履歴書に書いてあります。もう怒らないで、私謝るから。黙って言ったのは自分がずっとコイさんの足を引っ張っていると思っていたから。このままじゃダメだって。考えすぎだよ。今の僕は落ちこぼれなのに、君は僕をずっと応援してくれて感謝してもしきれないよ。本当？もちろん。それにお金をどっちが早く貯めるか勝負があるし。なんでニヤニヤしてるの？コイさん、ちょっとこっち来て。ん？えい。あ。問題ない。陳社長に渡して。かしこまりました。翔社長、入社手続きが終わりました。もう終わったの？はい。ご心配なく。何ともありません。心配してるわけじゃないわ。ああ、お仕事があるんですね。大丈夫です。車の修理は僕がフォローします。いや、私が聞きたいのは、顔についた赤いマークは何？さっき人事部の人と揉めて、契約書に24時間待機って書いてありますけど、僕ちょっと無理かもしれません。どうして？空いた時間を使ってアルバイトしたいんです。だから24時間待機は難しいです。それって顔の赤いマークとは何の関係もないけど。人事部の同僚に言ったけど聞き入れてもらえず、無理やり犯行を押そうとして、僕はそれを止めようと慌てて。顔で止めたの？切羽詰まってたんで。というわけでこの項目だけはどうか。ありがとうございました。さっき人事部から契約書をもらったわ。君は息がないって聞いたけど話が違うわね。車はできるだけ早く直しますから。コイさん、悪党を善人と勘違いさせないで。僕は善人です。そう、善人ね。うちはスーツ出勤だから。問題ないです。あんちゃん。この車スペシャルコースで行きますか、それともノーマルコースで行きますか？何ですかそれ。スペシャルコースはオリジナルの輸入部品を使うから待つ必要があるんです。
ノーマルコースであれば国産部品を使うから今すぐ始めることができます。しかも 10% のリベートができますよ。あ、品質はどうなんだ？安心してくださいよ。部品の品質だけど。心配する必要はない。あんちゃんも賢い人だから、こっちも一番いいやつを使うに決まってます。どうですか？それならいいよ。待って、あんちゃん、これからもよろしくお願いしますね。こんなこともできるの？初耳ね。常識だよ。この金出さないと修理しないかも。車を早く直すためって思えば。この金額で私のそばにリベートを取る人がいるって他に知られたくない。わかりました。この近くで運転手に家を借りてもらえる？僕のために家を借りてくれるんですか？僕一人なんで、どこでもいいです。オフィスの空いてる場所でもどこでも寝られます。家賃は会社が出す。いえ、そういう問題じゃなくて、そんなによくしてくれると社内で噂が立つかも。でも会社に住むのはルール違反。社長と僕だけの秘密ですよ。もしバレても僕が勝手にやったことにしますから。うん、それじゃあ部屋を片付けてきます。待って。僕にですか？ありがとうございます。コイさん、こんなところで何をしてるの？ちょっと探し物。何よ、中に何が入ってるの？声が大きいよ。ちょっとの間だから誰にも言わないでよ。え？ここに住むの？うん、ところで用事？ああ、これ就職お祝いだよ。ありがとう。あのさ、ご忠告ありがとう。でも今は片付けが先。話は後だ。内緒だよ。おっとっとっと。誰だ？ルーターを触ったか？ネットが繋がらない。今ちょっと片付けてて。邪魔するな、確認する。ネットが繋がらなくなったな。翔社長、中に入ってルーターを確認したいって言ったら彼に止められました。一時停止の通知は来たか？いえ、もしそうなら前もって通知が来ます。じゃあチェックしてきて、支障がないように。わかりました。危なかった、危うくバレるところだった。安心して、大丈夫だから。まさか僕もスーツを着る日が来るなんて。誰？私よ。早く早く。僕がここにいるってどうして知ってるの？ボスと一緒に帰ってきた日からずっと気にしてるんだ。入社プレゼントをあげたいけど、いいタイミングが見つからない。あのさ、内緒にしてほしいんだ。人に知られたら住めなくなるから。私に言いたいことってそれだけ？うん、ちょっと聞きたいことがある。何？このネクタイって元の旦那さんのもの？あなたのためにわざわざ買ったのよ。いらないなら返して。いやいや、いるよ。いるいる、ゆうせいさんがくれるなら何でももらう。何をするつもりよ。仕事が終わってからやりなさいよ。そう、会社の中だからノックはやめて。中に住んでるのがバレると困る。ネクタイの肩が崩れたわ。つけてあげるからじっとしてて。
服と靴はどこで手に入れたの？ああ、プレゼントでもらったんだ。え、他の人からもプレゼントもらったんだ。あの二人本気で喧嘩してるな。陳社長って翔社長のことが好きでしょ。わからないな。とにかく様子を見よう。警告をしないと今後は余計に手間がかかるから、今俺の話聞いてるのか。手を離せ。俺の話聞いてんのかって聞いてる。大の男が女性に向かってなんだ。手を離せ。おい、お前誰だ。何様のつもりだ。どの部門だ。契約更新できなかったとか些細なことだろう。はあ、とかってどうすればいいか言ってみろよ。得意先が急に契約の更新をやめるのは2つの理由しかない。1つはより良い条件の会社が見つかった。2つは取引先で人事異動があった。原因を調べてそれに応じて対処法を考える。大声出しても何も解決しない。あのさ、会社の経営についてお前にあれこれ言われる筋合いはねえんだよ。お前どこのドイツだよ。僕は商社長に雇われたプライベートボディーガードだ。会社経営は僕には関係ないが、雇い主に手を出したら遠慮しないぞ。コイさん、なかなかやるわね。私の運転手じゃもったいない。そんなことないよ。口達者ね。でも彼は一応管理層の人だから、これからはもっと慎重にしてね。急に優しくされるとなんだか居心地悪いな。ついてきて。はい。意外だね、そんな経歴を持っているとは。昔のことだから、今はただ借金を抱えてるだけ。他のことを考える余裕はない。じゃあマーケティング部に移動させようか。それはありがたいけど、車を直すのが先だ。僕の話は終わり。あなたのこと聞いても？好奇心は猫を殺すよ。さっきの男、あなたに気があるって聞いたけど。そうよ。しかし彼はうちの会社のパートナーでもある。彼と一緒にいるとストレスしか感じられないわ。ああ、休みたい。昔の暇な自分に戻りたい。休みたい。え？戻りたいか。それなら僕に任せてよ。ここで何するつもり？今会社には誰もいない。二人でゲームしよう。乗って。面白いことするよ。よし、ドライブが始まるよ。まあ、確かにオープンしてるわ。気をつけて、曲がり角。あなた、なかなかのテクニシャンだね。もちろん、見どころはこれから。はい。ああ、今のわざとでしょ。ねえ、わざとでしょ。違う。一緒に遊んであげるわ。本当にわざとじゃないって。翔社長、お疲れ様です。何も見てません。どう？面白かった？面白かった。こんなにスッキリしたのは久しぶりだわ。うん。まだまだだ。もっと面白いことがあるの？あなたは一日中会社にいて外で遊んだりしないから。たまにショッピングに行くけど、面白いとはほど遠いわ。よし。もっと面白いところに連れて行く。Thank you.
乾杯。よし、じゃんけんポン。はい、あなたの負け。飲んで飲んで。ポン。また負けた。私の負け。さあ、飲んで飲んで。じゃんけんポン。あ、じゃあ今度は僕の負けだ。飲むか。じゃんけんポン。はい、僕の勝ち。飲んで。ねえ、食い逃げしてみよう。え、食い逃げ？行こう行こう。あ、スマホ忘れちゃった。あ、そうだね、僕が取るよ。あのお釣りは？あ、いりません。ねえ、早く逃げよう。ここってうちの会社の改装中のオフィスじゃない？そう、僕の日常をあなたに体験してもらう。何見てるの？手伝って。均等に塗るんだよ。まずやってみよう。ね、それじゃ効率が悪いよ。こういう風。そうそう、いい感じ。正直君のことが羨ましいんだ。今君が経験していることはそのうち最も大切な思い出になる。自分の持っているものに感謝すべき。君なら絶対立ち直れると思う。そうだといいな。あなたは大切な思い出なんてないなんて言わないよね。仕事以外だと一度結婚から逃げたことかな。プロポーズを断った？意外に大胆だね。正確に言えば本当に逃げたというわけじゃない。相手の指輪受け取らなかっただけよ。翔さん、もう一度やり直すチャンスがあったら結婚してくれますか？ごめん、今すぐ捨てるから。あげたものを返せなんて言う筋合いはないわ。荷物をまとめてついてきて。中に入って。ここは？うちだよ。どうして僕を？家賃が払えないのでしょ。空いてる部屋があるからそこに泊まって。あなたの家に？いやいや、ダメでしょう。君考えすぎ。さっさとドアを閉めて上がりなさい。はい。陳社長、この運転手に家まで送ってもらったのはいいけど、部屋の中まで入らせる必要ある？あなたには関係ないわ。いい年して、この世界のルールはまだわからないというのか。こんな奴と。はっきり言って、こんな奴が君に何を与えてくれる？キャリアを次のレベルに引き上げることができるのか、それとも目先の問題を解決することができるのか。君の甘さがどんな結果を招いてしまうか知っているのか。言っておくけど、会社は今変革の岐路に立っている。遊ぶのはいいけど日遊びはやめておけ。え、どういうことだ？ショーに近づいた理由、お前が一番わかっているはずだ。俺に聞くな。僕たちの関係はご覧の通りだ。彼女は節度ある人で、誰と付き合うかあなたに報告する義務はない。もう帰って。しばらくすれば自分の決定がいかに幼稚なものであるか気づくだろう。
コイさん、実はまだ決めていないこともあるんだ。時間をください。僕はただ彼が二度と嫌がらせしないようにと思って。私明日から出張に行くの。すでにマーケティング部には話してある。あそこで腕を磨き、自分の能力を発揮してみなさい。わかりました。おやすみ。どうも、新生株式会社のコイと申します。こちらへどうぞ。ありがとう。どうも、こちらへどうぞ。はい。ありがとうございました。はじめまして、すみません、お待たせいたしました。ワウさん、これは今週のレポートです。マーケティングに移動されたじゃない。また運転手？はあ、業績が芳しくないから。倉庫にはもう住まないの？あ、ボスが家を借りてくれたんだ。ボスが直々に？もっと効率よく送迎するためだよ。いい待遇ね。新しい家か、見てみたいな。そういえば、さっきワーさんがあなたに用事があるって言ってたよ。そうなの？はい。なんでチームで来るの？チーミング？何のこと？いや、何でも。僕に用事？引っ越したのに、私新しい家に招待しないの？やっぱりチームだよ。何をつぶやいてるの？落ち着いたら絶対招待するから。でも今はこの車を洗わないと。まだついてないの？日差しが強いね。ねえ。うわ！コイさん！奇遇だね。新しい家見てみたいと思って。二人一緒に来たのか。いや、ばったり会っただけだよ。何を考えているか分かってるよ。安心して、喧嘩はしないから。あは、ここは社長の家じゃないの？あ、彼女は2階で、僕は1階に住んでる。まったく、服を散らかして。整理してあげるよ。あ、私も手伝う。あ、じゃあ僕がご飯作るよ。私も手伝う。コイ、中にいるの？帰ってきたよ。落ち着いて、僕が出るから。ショウさん。コイ。ん？もう決めたの。決めたって何を？出張していた間、いろいろ考えたんだ。自分にとって必要なものがやっと分かったの。コイ、君だよ。君が新しい人生をもたらしてくれた。仕事に追われる人生ではなく、本当の人生というものを見せてくれた。言ってくれれば迎えに行ったのに。君と一緒に過ごした日々、私は今までにない幸せを感じたよ。それに比べて、会社やらお金やらはどうでもよくなった。恋、好きだよ。小社長？どういうこと？まあ、ことの経緯はもうはっきりしたし、みんな知り合いだろうし、紹介しなくても大丈夫だよね。そうね。でも心配しないで。コイさん、どうせお邪魔するなら、私のところに来て。コイさん、USAさんの家が不便であれば、私のところに来てもいいよ。僕。